はい、えー、いよいよですね、覆面 YouTube アカデミー2期生募集ということでですね、ラメルマガに登録していただいている方は、もうご案内いっているとは思いますけれども、まだ登録してない方はですね、明日で募集終わりますので、この YouTube の下にリンク入れておきますので、ラメルマガの方に登録しておいてください。明日朝6時、18時、22時に発信予定です。で、この3回でもうご案内は終了となります。 で、えっ、ー、と、無料のその動画でもまあ結構言ってきたと思うんですけども、えー、今回の覆面 YouTube アカデミーはまあ他の塾とやっぱ違うところはまずここですよね。まあ多分まあ、うん、すいません。他の塾知らない方はちょっとわかんないかもしれないですけど、一般的にね、たい相場が30万、40万、50万、60万ぐらいが相場だと思います。一般的な塾ね。 で、サポート期間に関しては3ヶ月、6ヶ月、1年が、これがベターな価格帯とサポート期間じゃないかなと思います。で、含め YouTube アカデミーの場合は100万円の収益保障がついてます。で、これがサポート期限ですね。だからあなたが収益100万出るまでずっとサポートしますよっていうのがついてます。あなたが結果出るまで100万円の収益が出るまでずっとやりますと。 で、なんでこの保証をつけられるのかっていうと、えー、タカさん自身も、えー、この子、えー、のスライド動画でですね、スライド動画でもう100万収益達成してるからです。タカさんも、あなたがこれからやるね、スライド動画で100万超えてるからです。うん。なのでここまでサポートしますよって話ですね。あと、得点ですね。得点、えー。得点はこの3つあります。3つね、はい。このね、3つね、めちゃめちゃいいと思います。うん。 僕はこのスタートブートキャンプ3ヶ月間毎週一度ライブ配信でフォローアップなんですけど正直これだけでも30万ぐらいの価値があるんじゃないかなと僕は思いますこれね生ライブはね大変なんですよ生でやっていくのは毎週一回あ,、えー、あなたと時間を共有してね で、えー、フォローしていくと。で、さらに、タカさん自身もスライド動画やってますので、タカさん自身の結果だったりとか、そういうその、やっていることとかも、えー、ここでシェアしていただいたりとか、まあ、直近のデータだったりとかね、その見せたりとか、そういうこともできますので、えー、しかもライブなんで、ノー編集です。編集無理です。<laughs> これはね、まあ、ぜひね、今回参加された方はぜひ、まあ、あの、一応アーカイブでも見れますので、あの、参加できなくても、どういう、は、あの、ライブしたのかっていうのは、あと、あと見れますけれども、まあ、できるだけね、参加していただくといいと思います。毎週1回やります。はい。毎週1回ですね。で、2つ目の特典が、えー、タカさんもノウハウコレクターでしたけれども、えー、今稼げるようになりました。で、なんで稼げるようになったのか。 というところで7つまとめてくれてる PDF のレポートですね。ノウハウコレクターの方、いろいろ手を出してつまんできたけども、結果出てない。高さんと同じように300万くらい使ってるけども、全然稼げてないという場合は、これ、PDF 絶対見といていただくといいと思います。で、あとは、あの、今回ね、この、え、1本。 たった一本、1分24秒のスライド動画で24万回回ってるやつがあるんですよ。で、これたった一本でね、65,578円収益化できてます。で、これどうやってやったのと。これどういう、なんでこんないってんのっていう。それの考察と戦略っていうのを、えー、解説していただいてるのが特典であります。これですね。なぜ、 その、このね、スライド、別に動画のクオリティそんな高いわけでもない、スライド動画だ1分24秒、コマ1分,1分24秒の動画でね、6万5千も万上がったのかと。その戦略と考察っていう特典もありますので、うん、ま、この特典だけでも非常にいいんじゃないかなと思います。はい。ま、あとは本当ね、やるだけです。うん。で、ま、この広告でね、稼ぐっていうことは、 まず、まあ、ご存知の方もいらっしゃる、多いと思いますけども、YouTube で広告を出すためには、そのチャンネル登録1000人必要です。まずね、審査基準と直近、直近な、なその分数とあの、なんだ、登録数、チャンネル登録者数ですね。で、それで審査出して、広告を出せるようになってくるんですけども、まずそこの審査出せないと、そもそも広告出せないので、収益ゼロなんですよいく。いくら再生数が、例えばね、 収益ができてないチャンネルで動画がバズったとしても、例えばですよ。一本の動画、まあ、この、えー、覆面 YouTube アカデミーに入ってノウハウを勉強して、えー、一本バズりましたと。タカさん、吉田さん、10万回回りましたと。10万回回りましたと。20万回回りましたってなったとしても、あなたがチャンネル登録1000人いってない広告が出せてないんだったらゼロ円なんですよ。なんで、まずは、チャンネル登録1000人目指す。 まあ、その直近の再生時間何分,何分っていうやつは多分クリア普通にできるとは思うんで、まあまあまあ、チャンネル登録1000人ですね。それをまず目指していただくということです。はい。だからまあ、第一の目標はそれで設定されてますし、まあそこがいけるように高さんの方もフォローアップしてくれますので、まあしっかりちゃんとやっていただきたいなと思います。 だから要はね、ここがね、YouTube の広告収入、まあまあ、YouTube で広告収入で稼ぎたいっていう人の一つの挫折ポイントかなと思うんですよ。YouTube、まあ、で稼ぐ、まあ、YouTuber として、覆、まあ、面なのか、顔出しなのかと。まあ、これ一般,的な一般的な YouTuber ですよね。 まあ動,画動画ガチガチに編集してね、ファイナルカットとかね、アドビ e プレミアムとかソフトを使ってね、一眼レフで撮ってね、頑張って編集して、頑張ってテロップ入れてね、でね、編集時間8時間かけて、でもチャンネル登録全然いかないと、1000人。で、大体挫折するっていうね <laughs>。だからね、今回その他の一般の YouTuber、まあまあ、今ね、職業ランキングでも、なんか小学生が YouTuber になりたいみたいなね、なんかありませんでしたっけ 職業ランキング。あ、1位になってる。<laughs> 13歳のハローワーク公式サイト。YouTuber1 位になってますよ。これね、結構しんどいですよ、YouTuber。<laughs> そのね、本当に YouTuber っぽく編集していくんだったら、めちゃくちゃ大変です。めちゃくちゃ。うん。ちょっと、あの、見てみましょうか。 はい。えーとですね。YouTube で動画編集、地獄、寿司ラーメンとか。<laughs> ま、地獄って入れなくてもいいと思うんですけど、これがね、一番、まあ、いい、いいじゃないかなっていう、この寿司ラーメンさんのこの動画編集のこれを見ていただくと、YouTuber の苦悩っていうのが、あの、わかるんじゃないかなと思います。これ見ていただくとね。これ。 これ見ていただくと、まあ、どれぐらいでやってんのか。まあ、寿司ラーメンさんはチャンネル登録今、100万人超えてますね、多分。100万人。148万人ですね。148万人。寿司ラーメンさん。このね。これ、セカンドチャンネルは肉。うん。はい。この、セカンドなのかなこれでアップしてますけど、これ、見てください。結構地獄です <laughs>。いや、これね、続かないですよ、やっぱマインドナイト。 これね、まあ、YouTuber ね、あの、この、なんか1位がね、YouTuber 言うて書いてありましたけど、これね、まじマインドないと続かないと思います。マジできついんで。相当きついですよ。だって、あの、はっきり言って、これだけ編集してね、これだけ編集して、え0円ですよ。1円も稼げないんですよ、最初。チャンネル登録1000人未満の場合。もう一言います。チャンネル登録1000人未満の場合は、これだけ編集しても0円です。 で再どれだけ編集したとしても再生されるとは限らないので編集8時間頑張りましたね編集8時間頑張りましたねでも、うん、1円も稼げないと、えー、そのチャンネル登録1000人いってない時ねチャンネル1000人未満 こういうことなんですよ。チャンネル1000人未満で広告入れられてない状態だと、編集8時間頑張りました。でも1円も稼げません。1円もです。でここで編集を続けられるかっていうね、鬼のように、その YouTuber のごとく BGM を入れてしっかり作り込んで、えー、あの、なんだ、カット割りして、エフェクトかけて、えー、テロップ面白おかしく入れて、1円も稼げません。で、 再生される。編集8時間。頑張りました。再生される。再生される。保証ありません。これね、まじ続かないですよ。これ続けられる人は本当マインド高くないと無理です。だから、あのー、この1位で YouTuber になってますけども、まあまあ、ほとんどの人は無理でしょうね。 だってこれできないもん。いくら頑張ってもね。いくら頑張っても1円も稼げないし、再生もされる保証ないんですよ。頑張りきれますかって話なんです。で、あの、覆面 YouTuber に戻りますけど、覆面 YouTuber の場合は、あの、スライド動画、まあコピペしてね、まあちょっと今、これちょっと僕の資料ですけども、まあこう,こういうスライドにコピペして台本を読み上げて、まあ4ページ、5ページ、6ページぐらいのやつですよ。これ作って読み上げるだけなんで、まあ、この、 ユーチューバーさんがガチでやってるような編集全くいらないわけですよ。いや、だから、これぐらい続けようねって話で、ほん、ほんの、なんかそのヒカキンさんとかね、まあ、一般的にそのチャンネル登録100万人ぐらい行ってるような、ちゃんと編集、なんか、ババババやってる人みたいにするんだったら、マジ大変ですからね。うーん。 だからまあ、あの、覆面ユーチューバーのやり方っていうのは、ここも挫折しづらいっていう。これやんなくていいんで。ふ、普通みたいに、普通の YouTuber でやるんだったらこれで挫折するんだけども、コピペして読み上げるだけですし、顔も出さないし、編集も大したいらないんですよ。全くね。<laughs> 全くと言っても過言ではないんじゃない。まあ、これに比べると、もう全くって言ってもいいでしょうね。うん。スライドを、こう、 作ってこ、これもコピペするだけじゃないですか。読み上げるだけなんで。めちゃくちゃ簡単だと思いますよ。こ,これに比べたらね。これに比べたらめちゃくちゃ簡単。うん。そう。なんでまあ、ほんと、ちょっと、あのー、これぐらいはちょっと頑張ってほしいなと思いますね。<laughs> まずは、 まあ,あのスライド動画でね、チャンネル登録、あの1000人頑張ればいけますので、高さんも実際行ってね、まあ、今回、その含め YouTube アカデミーで塾も開校してますけど、高さんがこう稼いでますんで。で、これなんで、そのま昔ね、まああのなんかちょっと話出したと思うんですけども、昔、そのエンドロール動画っていうのが流行ったんですよね、エンドロール動画、エンドロール動画ってやつです。 これもコピペして、コピペして、えーえー、エンドロー,ロールするだけですね、はい。コピペしてエンドロールするだけっていう。ビヨーンあの、文字が、文章がこうエンドロールしていくっていう。で、これで稼げた時期があるんですよ。だけど、これがダメになっちゃったんですよ。これが広告入らなくなっちゃって。で、まあ、いろんな要因はあるとは思うんですけども、 ななんだろうなそのオリジナル性ですよね。うん、オリジナル性に欠けてる。うん、でもその、なんすかね、その、スライド動画なんだけど、一応その、音声を入れることによって、音声を入れることによってですよ、オリジナル性がやっぱ出るので、あなたと全くうり二つの言葉、あの、お、お声い、います多分あんまいないですよね。 世界中探してもまあまあいなくないですかあなたと全く同じ波長の音声、音,音域、音,音声の,そのデータっていうのは多分あんまないと思うんですよ。だからあなたの声を吹き込むことによってオリジナル性が出るってことですね。うん。だからこれはね、まあ広告を受ける審査を通すためにもやっぱ声はやっぱ必要あった方がいいと思いますので声は入れてくださいっていう。まあ顔は立たさなくても声はちゃんと入れてくださいと。 それは言ってるんですけども、あのー、それはまあ、一応その、なんだろうな、YouTube のその、審査の基準とかもありますんで、うん、ナレーションは絶対入れた方がいいです。ただ、ナレーションに関しては、あの、コピペの動画でだい、コピペの台本でいいんで、高さんもそれで通ってますから。で、1期生の方も審査通ってますんで、それでね。うん。はい。でもまあ、こう台本読むだけですから、やりやすいと思います。顔も出さなくていいし。 <laughs> そう。そう、昔はね、これいけたんですよね。これいけた時はね、結構本当にね、みんな結構稼げてたんですよ。だって、簡単だからね。<laughs> これがダメになっちゃったんでね。だからまあ、その,エン,ドロールのエンドロール動画の、これはまあ、あの派生版みたいな話ですね。うん。このスライド動画で稼ぐっていうのは。うん。でもまあ、そんな難しくないと思うんだ本当にね。 これぐらいはやれるようになってほしいなと思いますね。うん。はい。ということで、えー、今日からですね、えー、ご案内も始めてますので、えー、今回ね、あの募集が終わったら、あのー、3期、4期、まあ、もしタカさんがやる場合は、あの今回ご案内してる値段でご案内できなくなる、まあ値上げ。まあぶっちゃけ言うと、もう、あのー、1期より値上げはしてますからね。 すいません。一期より値上げ,上げになってます <laughs>。一期生、一番最初に募集した時の,時の値段よりかはもちろん値上がりしてます。値上がりしてるけども、結構リーズナブルな価格だとは思います。ね、ただ、今後は普通の相場ぐらいになってくるんじゃないかな。だいたい、あの普通の相場っていうのは先ほど言った通り30、40、50、60ぐらいが普通の相場ですから、高さの塾もそれぐらい。まあ、サポート期間がね、まあ、すごいサポート保証はこれはあるので、 普通の値段にしても、まあ、メリット、すごく魅力的だとは思うんですけども。まあこれね、まあちょっと値段はね、まああの、登録していただいた人だけがわかるようにしたいので、伏せておきますけども、まあ今の動画でお伝えできるのは、ここよりか安いです。一般の価格より安くて、なおかつこれの保証がついてますから。2期はね。もう一度ます。今の、今回の2期の募集に関しては、 この一般的な価格より安いし、なおかつこの保証がついてます。でも、これがもし仮に3期、4期、5期とか、まあ、高さんがやるんだったら、まあ、こ、これぐらいの価格になっていきますので、まあ、早いうちに、興味ある方、早いうちに入っといた方が、まあ、価格的にもお、お買い得かなと思います。まあ、僕もね、ドリマカデミアっていう塾を運営してるんですけど、今、すみません、値上げに値上げして120万なんで、僕の場合は。<laughs> <laughs> まあね、高さんが120万まですることは考えづらいと思いますけど。うん。はい。ということで、えー、明日ですね。明日の、えっ、ー、と、6時、え18時、20時、22時で、えー、なんだ、ご案内終わりですので、まだ登録してない方は、この YouTube の下に入れときますので、登録しておいてください。では、終わります。ありがとうございました。